まさかのとんでもないミスを犯していたっていう気抜いてた。こんな絵の持ってんのに本当だよね。くるくるちょもちょも、くるちょもちょも、スクラッチ200円当たったよ、くるぶしです。ももちゃん健康おめでとう。はい、オッケー。ちょっとももちゃんに触れるのでちょっと怖くなってきましたけど。おめでとう言ってるのに。そうですね、そうですね。ジメジメした季節になってちょっと元気もなくなってきましたけども、ほんまにやで、私は湿気と暑いのがいっちゃん嫌いや。いやそうね、そのコラボレーション日本出ていこう。わしハワイに住む。今日は何をするかというとですね、もう帰りましょう。帰りましょう。もうないですからネタが。今日はですね、二人で、渡部さんがエッチしてた講習。今日はね、ジメジメしてね、やってらんねえなって感じなので、はい、もう今やこれなしではどうにもこうにもできないっていうプロゲーマーさん、プログラマーさん、YouTuber さん、そして数々のバンドマン、紛れもなく私もその一人でございます。完全に中毒になっております。なるほど。今日はそれの飲み比べをしていきたいと思います。ということでこちらです。モンストロ味比べ。ほんまに大。ほんまに大。はい。チョちゃんが大好きなモンスターエナジー。俺ね、実はそんなに飲んだことないんです。飲まほうがいい。ごめんね。あ、そう。こんなもん飲まほうがいい。ごめんね。こんなもんに頼ってたらろくな人生になる。ごめんね。今日は残念ながら2種類こちらですけども見当たらなかったので、まずはこの5本を味比べしていこうと思います。先日こちらの新しい緑の新カラーが出ましてですね、まあ、これを最後に飲んでですね、メロン味これなんだろうね、緑やからね、これは白は数年前に夏限定っていう感じで出たやつなんですけど、まあそれからというものをまあ売れてないんでしょうね。夏以外もすごい見かけます。ごめんね。なんやってこれしかない時ある。ごめんね。これしかない時もある。ピンク、これはね、ほんのちょっと前に出たやつで、ハワイのなんかモチーフにしてるみたいなこと書いてあるけど、ああそうなんや。あんま僕は気にせずにいつも飲んでるんであれなんですけど、おーなるほど、まあ女の子も買いやすいようにっていう感じなんですかね。あーかわいいね、確かにかわいい。こちらはちょっと、これはね、そのベーシックなやつのノンシュガーゼロカロリー、これが一番怖い。ごめんね。あ、そう、怖いっていうの。もうね、無糖やからね、いろんなもんで甘みをつけとるからね、あー体に一番危ない。危ねえ上に危ねえならもうやめようと思って。あー確かに、これはもう全然飲まなくなりました。あー、じゃあ久々、久々、あー、はい、これがテーマ、これもベーシックなやつですね。モンスターといえばこれ。はい、あ、俺ちょっとね、帽子も持ってますから、ね、帽子変えてくるわ、ちょっと今日忘れとったわ。はい、モンスターそんなに飲んだことないのにキャップをかぶってる。じゃあ早速飲み比べていきましょうか、ね、いきましょうか。はい、これってまあまあカフェインが入ってるんで、俺も1日1本とかにしてるんです。それがさ、もう俺はさ、ちょっとこれに頼っちゃダメだと思って、ほうほうほう、モンスター立ちをしとったんです。モンスター立ち、はい、モンスター立ち、ごめんね。モンスター立ちをしてね、今日で1週間ですよ、あ、そうなんだ。そう、ほんでもうそろそろ俺もね、モンスター上がれるかなって思ってた矢先のこれやで。ほんまに帰り咲くわそんな。じゃあ早速飲んでいきましょうか。いきましょうか。はい、今日で、はい、行きたいと思います。レディーゴー。それでは、はい、皆様この音をお聞きください。あー、いいね。本当にね、2人で5缶はちょっとヤバいので量的に、そうね、ちょっとずつコップに入れて味比べしていきたいと思います。まあまあの量。そうね。こんなもんもう麻薬ですよ、そんなもんはね。あ、じゃあ、久々の、ルーソーンス。忘れてた。いつぶりだろ。うん。帰り咲いたー。いけない味がするわ。美味しい。モンスターってほんまにね、なんと、例えようのないぼやっとした味がしてるんよね。まあ、今日ここにね、オレンジのやつとかね、果汁何十パーセントみたいな感じで歌ってるけど、何果汁やねんって味やし。エナジードリンクだなっていう味ですね。はい。お、続きまして、一番危ねえ。ノンシュガーモンスター。人工的ね。いやー、もう青いもんだって。青いね。中も青いのかな。
あ、でも色は一緒よ、さっきと。疲れてる時のあれみたいな。ごめんね。青いのかと思った。ルネッサンス。青いとも飲む気失せるよな。確かに。かき氷のブルハワイっぽいね。例えばバンバン出てくるから。あ、だいぶこれ味違うね、やっぱ。うん、違う。なんかちょっと苦えもん、こっち。こっちよりかはかなりスッキリしてね。そうね。うん。だって、ついにゼロカロリーモンスターが完成した。これはただの炭酸飲料ではない。モンスターのエモンなのに、ゼロカロリー、ゼロシュガードリンクの道のりは険しかった。エナジーブレンドの改良、斬新な甘さ、何百回ものフレーバーテストを繰り返し、ついにモンスターが求めていた味わいを完成した。アブソリテルリーゼロは仕事に遊びに必要なエナジーを踏んだりもと要するとやばいゼロからゼロ種が湧き上がるゾクゾクかアブソリテルリーグランティードモンスターエナジー .com 途中切れなかった俺すげえ長いこと書いたんだよ ね、うん、初期モンスターは何か書いてるあ書いてるみんな書いてるの本に読んだことなかったモンスターエナジーの世界を体感せよアメリカで生まれ世界中で一大ブームを巻き起こしているエナジードリンクモンスター誰もがハマる爽快感とパンチのあるテイストです日本のモンスターファンのために独自のエナジープロで実現モンスターならではのゾクゾク感を体感です一口飲めば世界中のアスリートやミュージシャンそして世界中のモンスターファンが熱狂するわけを実感できますすげえ自信だねアンレシュ・ザ・ベストモンスターとして戦うすごいななるほどね今んとこ俺最初のよりこの青い方がまだ味的には好きですなるほどすごいペースでいってる俺こんなペースでモンスター飲む初めてかもしれない本当に、うん、それでは白はいモンスターエナジーウルトラですねモンスターエナジーウルトラカルピスソーダ的なね見た感じはね、うん、ホワイト系よね、うん、じゃあちょっとこれも読ませていただきます、はい、何事においても満たされない奴らがいるモンスターアスリートの連中やモンスターガールもそんな奴らだからこそ新商品開発のヒントをくれたんですよすっきりとした味が甘さ控えそれでいてエナジーブレンドをフルにミックス白いラベルがモンスターの新しい戦いだようやく作り上げたこのモンスターエナジーウルトラ新たな野生を解き放てアンレイシザ・ウルトラビーストマイケルドットコムまで読んでるすいませんありがとうございますということでね、はい、どんな感じかいってみたいと思いますこれもう結構体熱くなったいややばいよ、うん、白ですねああ美しい白かった女の子の塩みたいな色ごめんねじゃあすいませんルネッサンス夏っぽい味美味しいおくるちゃん高評価うんでもやっぱどことなくカルピスっぽいけど、うん、そんなことない比べるとあかなやっぱ他のやつに比べてそうかな、うん、なんかこれ焼酎入れて飲みたいこれまあでもモンスターカクテルあるからね あるんだ、うん、あるんだそう、ライブハウスとかにやっぱね、はっきりと何味って分からんのよね。ハーッとしてんのよね、うん。エナジードリンクでーすみたいなのは分かんないけど。そうだね。次は、お一番可愛い春に発売されたおにゃの子も買いやすそうな、このピンクのパイプラインパンチ。おじゃあちょっとこれも読ませていただきます。はい、お願いします。バンザイ、パイプラインは、ハワイ、オアフ島のノースショアを代表するサーフポイントで、冬になると危険な波が炸裂する。おこの壮大な自然の力の敬意を表して我々はモンスターパイプラインパンチを開発したハワイで人気のパッションフルーツオレンジグアバを絶妙にブレンドしモンスター独自のエナジーブレンドをふんだんにミックスかのビッグウェブによってこのパンチラインパンチも伝説となるはずだUnleash the Beast MonsterEnergy.comのことでございます素晴らしいなるほどこれはねちゃんと書いてあったよねうんパッションフルーツオレンジグアバ、うんうん、果汁 16% あ結構高いんじゃないですかまあまあ、まあ、入ってオレンジの方もねでも結構入ってたと思う果汁これより入ってたあ、うん、そうなんだ、はい、ピンク色かな
あとか言ってちょっとやっぱ果汁の感じが、ね、野菜ジュースの色やな。そうね、感じでそれルネサンス。もう忘れてるあ、すごい匂い、エッチな匂い。ごめんね。あ、うまい、うまい。あ、うまいぞこれこれはやっぱ飲みやすいよね。美味しいね。普通にそのエナジーを感じさせないもんね、あんまりね。ただ、いろんな果物の名前上がってましたけど、ちょっと喧嘩してるな。何が強いか。リンゴ、オレンジ、グアバ、パインアップル、パッションフルーツ。パッションフルーツの味が分からんねんな。そうね。オレンジ結構強めで分からんけど、これ自体もカクテルみたいな味するね。うん、なるほどね。そうね。うん、美味しかったな。じゃあ次最後ですか。さあ、はい、こちら。はい。モンスターの新商品。見た目がやっぱうまそうやもんな。メロンねえ、うん、俺一番色的に惹かれましたね、これは。とても確かにね、うん、俺一番やっぱメインでオレンジかこいつを飲んでたので、うん、このモンスターの緑が全面に出てきた感じ。あー確かにね、モンスターとそれグリーンだもんね。あとね、このプルタブがね黒でかっこいいんですよ。おー、こちら、うん、新商品のモンスターの名前、うん、モンスターエナジーウルトラパラダイス。やばいね楽園ですね。ウルトラパラダイス相当うまいんじゃないかなぁ、うん、で読ませていただきます、うん、楽園はどこだ病の別荘か川のほとりの農園か、それとも都会の高級マンションのペントハウスか白い砂浜ターコイズブルーの海、トロピカルなそよ風が吹くプライベートビーチはどうだろう。モンスターウルトラパラダイスまさに爽快で心地よい南国のフレーバーリラックスして楽しんでくれ。これがモンスターが見つけた楽園だ。アンリッシュ・ザ・ウルトラ・ベースト・モンスターエナジー・ドット・コム。いや、本当にそんなこと書いてあるんですか？書いてる。果汁は 0% ですね。果汁 0? うん、色的に何色でしょうか。あ、ジンライムみたいな。ほんとね、こんな色ですね。もう洗ってないプールみたいな。ごめんねどんどん出てくるなじゃあ、早速いただきましょう。ルネサンス。9位全種類混ぜてもいいのすごいね。ちょっと量多いなりますけどね。スーパーモンスターだぜ。そっちも。